エンゼルス7対1レーズ、日本時間9日、アナハイム。エンゼルスのマイク・トラウト外野手が、新記録を続けている。8日、日本時間9日、日本拠地で行われたレーズ戦で、リーグトップに並ぶ5号ソロを放つなど絶好調。しかし、今季の5本塁打はすべてソロ。今季から直前を打っていた大谷翔平投手、兼ドジャース。 ななくなり1、2番問題も浮上している。エンゼルスは2点リードの3回、1番からの高打順だったが、先頭のレンドンが中飛、続くモニアックが人頃ごろであっさりに失想者なし。ここで3番のトラウトに5号ソロが飛び出した。カウント2月2日から甘く入った92.1マイル、約148キロ、をバックスクリーンへ。 打球速度108.7マイル、約175キロの弾丸だった。昨季まではトラウトの前を大谷が打っていたが、今期は新たな位置、2番コンビが苦しんでいる。1番の連ドンは9試合で打率1162、出塁率1205。最初の5試合で出塁わずか1の不調から脱しつつある。 2番のシャヌエルも9試合で打率点074、出塁率点297。本来は出塁能力の高い2選手だが、うまく機能していなかった。一方で、トラウトの一発は昨季から10本連続でソロ。SNS 上のファンからは、全部ソロって当たり闇を感じる、全部ソロという地獄、悲しい野球マシーン。 全部ソロナの哀愁を感じる、全部ソロナのかわいそうすぎるな、得点圏でトラウトが打ってないだけ、タフなチームだよ、との声が上がっている。